ここまで来たら覚悟を決めないとね。はあ、分かってはいたけど、やっぱり緊張するな。手の震えが。本当に自分なんかがこんなに綺麗なドレスを着ていいのかな。いや、弱気になっちゃいけないんだ。これは乗り越えなきゃいけない私の問題。いつか目を背けられなくなるって、乗り越えなきゃいけないって、分かってたじゃないか。でも、葵さん、大丈夫ですか？後ろのファスナーを閉めますね。ありがとう、春菜さん。春菜さん、手が止まっているけど、もしかして、ファスナー閉まらない？いえ、すみません。決してそのようなことはありませんわ。手が止まってしまったのは、その、葵さんに見とれてしまいまして。え？先ほど、葵さんは可愛いと言いましたが、こうして実際にドレス姿の葵さんを見たら、とても美しくて、綺麗で、なんとも筆舌に尽くしがたく。ちょっと待って、ストップ！すみません。お気に障ることを言ってしまいましたか？そうじゃなくて、こう、ストレートすぎるというか、参ったな。すみません。自然と口をついて出てしまいまして。でも、こうなるのも当然ですわ。100人中100人がこうなると思います。そう、かな。ええ。この言葉に偽りはありませんわ。葵さんのドレス姿、とても似合っています。ありがとう。やっと葵さんの笑顔が見られました。ほら、鏡を見てください。とっても美しいですわ。震えが止まってる。よし、私はもう大丈夫。それじゃ行こうか、春菜さん。いいえ、行きましょう、ロミオ。行こう、ジュリエット。葵さん。まだファスナーを上げていませんわ。お待ちください、葵。